本当にやめなかったのが今考えるとすごく不思議だなと思いますし、声は褒めていただけることもありますし、アフレコとかはすごく好きなので、最初の第一弾発表された時に違うんじゃないって驚かせて、ちゃんと本編見た時に結構良かったねと思ってもらえるようなことをたくさんしていきたいなと思います。大島さんの立ち位置っていうのは、こうみんなはこう同じシーンとかにしていろんなシーンとかあるんですけど、学年ごとに同じクラスだったり違ったりとかするので、すごい距離感とかはやっていて迷いましたね。サキっていう作品を見た時に小沼監督にお世話になったんですけど、どんなにお芝居がこう苦手な俳優さんでも、こう経験して何度も作品を重ねるうちに絶対に上手くなるんだよっていう言葉をかけてもらったんですね。それがすごくほっとしまして、そうですね、すごく気にしたことはないんですけど、主演とかだとやっぱり影響を受ける役で、気度と影響を与える役っていうのは一番効いていたので、それは少し意識できたらいいなと思っているのと、気を固めさせていただけるっていうのもありがたいことですし、そういう役こそすごく遊べたりとかするっていうのも聞いていたので、はい、とりあえず楽しんでどの役もいけたらなと。はい、最初の撮影のシーンはもう今までにないぐらい汗をかきましたね。そうですね、須田さんのシーンが一番ちょっとずつ多かったので、 YouTube の話とか弟さんとかと同い年ぐらいとか話をしたりとか、皆さん優しい方で、最初撮影に入った時に入学式から1ヶ月間ぐらい登校しなかった子みたいな感じがすごくして、すごく何に入っていけなかったんですけど、すごく皆さんちょっとずつ話しかけてくださって楽しい現場になりました。本当によく続けてきたなと思うような7年間でした。本当に子役の時って何もできないことばっかりで、いろんなことがある中でこう辞める機会とかタイミングはあったと思うんですけど、本当に辞めなかったのが今考えるとすごく不思議だなと思いますし、辞めなくてよかったなと思えるような7年間でした。お芝居をしたいっていうのはありましたね。最初は本当にこう楽しくないと思うことが多くて、ちょっとずつお仕事をいただいて癖になっていって、また次の作品に関われるようになれたらいいなと思いながら続けてきたなと思います。作品でいうと、この「あの日」みたいな名前は僕らまだ知らないなんですけど、放送されたのを見た時に本当に結構悔しくて、もっともっと上手くなりたいなと思ったのと同時に、もう一度撮り直したいなと、その時からちょっとずつハマってきたのかなと思います。本当にヒロインをやらせていただけることも多くなったんですけど、他の周り のキャストさん の力っていうのをすごく感じるので、そういう脇をしっかりと固められるような俳優さんにはなりたいなと常に思っていますし、最初の第一弾発表された時に違うんじゃないって驚かせて、ちゃんと本編見た時に結構良かったねと思ってもらえるようなことをたくさんしていきたいなと思います。プライベートだといろんなところに行ってみたいっていうのと、車の免許を取りたいっていうのがあります。はい、言っておかないと本当にずっと取れないままになっちゃいそうなので口に出していくことにしました。もちろんこう聞きするとすごくあーって感じるんですけど、基本すぐに忘れちゃうので、そんなことよりも必死にこう今頑張って向き合うことにしか途中から集中できなくなるので、そんなに感じないかなと思います。声は褒めていただけることもありますし、アフレコとかはすごく好きなので得意だなと思いますね。好きな作品とかに関われたら本当に嬉しいだろうなと思いますね。テンション上がっちゃうと思いますね。はい、こう頑張ってこうピンと背筋してる感じはこういうところだけ
みたいな感じはすごくあるので、普段はすっごく普通の高校生をやっているので、それこそツイッターなりそういう番組とかで出していけたらいいなとは思います。